それから河野談話でございますけれども、まあ、先ほど従軍慰安婦という用語をお使いになりましたけれども、これは私は当時使われていた言葉として従軍慰安婦という文言は存在していないと思います。慰安婦と言われた方々はおられたと思っています。自民党総裁選高市早苗氏の記者会見から、相変わらずマスコミは恣意的なのか分かりませんが、会見の質問の中に誘導する意味や言葉を入れて罠を仕掛けています。この後共同通信鈴木氏の質問、5分過ぎ TBS 前場氏の質問になります。共同通信の鈴木と申します。先の対戦をめぐりまして、植民地支配と侵略のと反省とお詫びをですね、明記されたですね、村山談話を、これ総理になられた後も継承されるのか否かということとですね、あとそのいわゆる従軍慰安婦問題でその、まあ、旧日本軍の関与を認めた河野談話、これの見直しの必要性に政調会長時代に高市先生言及されておられましたけれども、これについて現在の見解をお願いいたします。はい、村山談話につきましては、まあ、上書きになるのかどうか分かりませんが、安倍内閣の時に、70年談話というものが出されました。この時私も閣僚として署名をいたしております。で、村山談話と、安倍内閣の時の70年談話の、違いというものは明らかだと思います。まあ、村山談話の時にはもうとにかく、まあ、日本が一方的に悪いと、まあ、謝罪をするものでございましたが、安倍内閣の時の70年談話、これは過去からの歴史をずっと世界史的に振り返ってきております。まあ、当時は、まあ、世界各国で、まあ、特に、欧米でございますが、まあ、各地で植民地支配というものも、ございました。そしてまたブロック経済化が行き過ぎたことによって、まあ、戦争に突入してしまった、まあ、不幸な歴史もございました。まあ、そういったずっとこう世界史を、遡って一つずつ整理をしながら70年談話で言い切っているのは、まあ、私たちの子や孫の世代にまで、まあ、永久にこの永遠に謝罪をさせ続けるわけにはならないと。まあ、戦争というのはあってはならないし、それから大切な方々の命が失われてしまう、まあ、こういったことに対しては、もう皆様が、共通の認識をお持ちのことだと思います。しかし村山談話については、まあ、70年談話で、安倍内閣としては整理をした、見直したということであろうと思っております。それから河野談話でございますけれども、まあ、先ほど従軍慰安婦という用語をお使いになりましたけれども、これは私は当時使われていた言葉として従軍慰安婦という文言は存在していないと思います。慰安婦と言われた方々はおられたと思っています。まあ、これについてこれも官房長官談話でございますので、まあ、それを見直す見直さないというよりは、正しい歴史教育をしていただきたいということで、文部科学省に対して、同志の議員たちとともに申し入れも続け、まあ、一時教科書からすべてその用語は削除をされました。まあ、残念ながら今年一社、そのような言葉を復活させた会社があると聞いておりますけれども、やっぱりそれは正しく教えていかなければならない。ただ私たちが心しなければならないのは、例えば日韓併合条約という条約によって併合されたものであっても、やはりその併合されてしまった側にとっては民族の誇りを傷つけられる。で、まあ、辛い思いされた方もいらっしゃったでしょう。そしてまたいわゆる慰安婦と言われた方々につきましても、それは女性としてとっても、辛い思いをされたと思います。まあ、そういったお一人お一人の思いや、まあ、民族の誇りが傷ついたことに対しては、ここはやはり、みんな謙虚であらなきゃいけない。それは世界中の国がそうあるべきだと思います。まあ、繰り返さないようにしなければならない、そういった大切な事柄だと思っております。TBS 報道特集前場と申します。あ、
千葉さんですか。こんばんは。こんばんは。あの政権構想の中で経済的な弱者や格差の解消の問題について、はい、ほとんど言及をされていないので、どういうお考えなのかぜひ伺いたいと思います。ちなみに高市さん、あの2012年創生日本の研修会でなんですけれども、社会保障を考える文脈でこういうことをおっしゃっています。さもしい顔をしてもらえるものはもらおうとか、弱者のふりをして少しでも得をしよう、そんな国民ばかりがいたら日本が滅びると、こういうふうに発言していらっしゃいます。あの困窮する国民をどういう目で見ていらっしゃるのか、まず確認をさせてください。その上で、あのこの発言について弱者への視点が欠けているという不安、批判の声もあります。どう受け止めるのか、どう考えるのか、お聞かせください。弱者のふりをして弱者への視点が欠けている不安、批判の声がありますが、おそらくその発言は民主党政権の期間中にですね、生活保護の不正受給が非常に多かったという問題にどう取り組むかという議論を自民党の有志でしていた、創生日本の有志でしていた時の流れの発言だと思います。で、現在も残念ながら新型コロナウイルスで傷んでいる事業者の皆様への支援の不正受給というものがありますけれども、あの頃あのいろんな方法でこの生活保護を不正受給するという方がいらっしゃいました。でもこれは皆様の大切な税金でございます。やはりこういった福祉というものは私は公正であるべきで、また公平であるべきだと考えております。でも本当にどんなに努力しても働けないときっていうのは働けないんです。実際に怪我をしてですね、入院して働けなくなってしまう方もいらっしゃいます。それから急に自分が勤めていた会社が、潰れてしまって、その後いくらハローワークに通っても、お仕事がない、年齢的にもなかなかしんどいとかいうこと方もいらっしゃる。それから難病を抱えておられて、短い時間しか働けないという方もいらっしゃる。また介護や子育てをしながら一生懸命働いている方もいらっしゃる。一つは先ほど申し上げたベビーシッター減税や家事、要は家政士を使った場合のこの代金ですね。これを税額控除というのが一番良いのだと思うのですが、場合によっては補助金やクーポンの形にもできます。ここはしっかりと支援をしてまいりたいと思っております。それからやはりその子どもの貧困対策というのが非常に重要だと思います。で、多子世帯への経済支援ということを先ほど申し上げましたけれども、私はこの中所得の世帯を対象にですね、第2子、最大月3万円で、第3子以降最大月6万円の、現金給付というものを、今日限られた時間の中で申し上げられなかったんですけれども、こういったことをしっかり確立すると。で、高等教育も、実質無償化という、この実質というのがついてあおります、今の段階では。これやっぱり高校、大学などのですね、この就学支援の対象につきましては、第2子のこの所得要件の緩和をしたいなと考えております。具体的には、高校で1100万円ぐらいで、大学で900万円ぐらいなのかなと思いますが、これ、さまざまこれ、党内でも議論をしなければいけない話ですけれども、実際にもっと高等教育を受けやすい環境を作っていくということ、それから第3子以降の所得要件、これをしっかりと撤廃する、もうちょっと極端に思われるかもしれないけれども、撤廃するというぐらいのことをしなければ、なかなかこの多子世帯についても、またこの子どもの貧困対策ということでも十分なんではない、十分ではないと私は考えております。それから育児休業時の実質手取りなんですけれども、これも徐々に上げてはまいりました。私自身が担当しておりましたときにも上げてはまいりましたけれども、さらに実質手取りを引き上げていくという形、これは考えていかなければならないと思っております。あとは私に対して、非常に色がついていると見られるという、
まあ、ご指摘でございますけれども、でも、まあ、これが私です。まあ、私は私なりの信念を持って政策を発信してまいりましたし、また実際に実行もしてまいりました。まあ、今のありのままの私を、まあ、皆様がどう評価していただけるのか、あんなんじゃダメだぞって思われるのか、まあ、そのまま自然体でいていいんだよと言ってくださるのか、それは分かりませんが、まあ、これまでのことも含めてこれが私でございます。ただ割と素直な方なので、こういうことはダメだよとか違うんじゃないの、もっとこういう考え方もあるんじゃないの、同僚議員からのさまざまなアドバイスに対しては結構柔軟に対応してきた方だと思っております。以上になります。もしよかったと思っていただければいいね、コメント